国田圭司君。以上。国田君。日本共産党の国田圭司です。敵基地攻撃能力を中心に質問します。先週20日の衆院本会議で、我が党の委員長は敵基地攻撃に関わって、安倍元総理が昨年11月の講演で、敵基地だけに限定せず抑止力として相手を殲滅するような打撃力を持たなければ日米同盟は成り立たないという趣旨の発言をしていることを指摘し、岸田総理にこの安倍元総理が主張する打撃力という議論をですね、きっぱり拒否できるのかと質問しました。これに対して岸田総理は、安倍元総理の発言にコメントするのは控えると答弁を避けました。安倍元総理が行った質問という発言というのはこれです。資料1ご覧ください。で、そこには11月20日に開かれた日本協議会、日本青年協議会結成50周年記念大会で行った記念講演、問題の発言箇所は、講演では元総理はこのように述べています。よく敵基地攻撃能力という言葉が使われますが、この表現は私はあまり適切ではないのかと、適切ではないかと思いますと言っていまして、敵基地だけに限定せずに抑止力として打撃力を持つということですと述べています。その上で、米国の場合にはミサイル防衛によって米国本土は守るけれども、一方で反撃能力によって相手を殲滅します、その後者こそが抑止力なのですと、打撃力は相手を殲滅する能力だと説明しているわけであります。そこで、資料を作ってまいりました。2つ目です。この資料、配布資料の2枚は、総理あなたが総理になる前の昨年3月、自身のツイッターに掲載した安全保障上の喫緊の課題についてと題する提言の一部であります。ここで総理は、中国や北朝鮮のミサイルを我が国にとって直接的かつ喫緊の脅威と述べた上で、相手領域内でのミサイル阻止能力、すなわち敵のミサイル発射能力そのものを直接打撃し、減衰させることができる能力を保有することが必要ですと主張しています。これは安倍総理が元総理が主張する打撃力の議論と何が違うのかお答えいただきたい。内閣総理大臣、岸田文雄君。私が発言しております敵基地攻撃能力というのは、急速なスピードで変化、そして進化しているこのミサイル技術などに対して、国民の命や暮らしを十分守ることができるのか、こういった課題に対して、あらゆる選択肢を排除せず議論するべきである、敵基地攻撃能力も含め、あらゆる選択肢を排除するべきではない、こういったことを申し上げているわけであります。そして、ご質問のに対しては、これから敵基地攻撃能力については、国家安全保障戦略の議論等の中で議論するわけですが、少なくとも憲法とか国際法とか、それから日米の基本的な役割分担、これはしっかり維持した中で日本の安全保障を考えなければいけない。これは当然のことであります。その範囲内で何ができるのか、これを具体的に考えていかなければならないと思っています。安倍元総理の発言についてコメントすることは控えますが、逆に議員が指摘されたような、いざという時は相手国を殲滅する全面戦争を行う、それができる軍事力を持てという引用された部分がありますが、そういったことは全く考えているものではありません。国田圭司君。述べてますけどね、ルール述べますけど、肝心な問題はどこがちゃうのかと言ったわけですよね。だからそういう考え持っていないともうおっしゃいましたけど、はっきりしているのは、
私は岸田総理も安倍元総理も敵基地だけに限定せず打撃力を持つということについては違いはないということなんです。この文章見たら分かりますよね。そう書いてはんねえから、打撃力を持つと、ね、だからそれを言ってるわけでね。でしかも総理は当時の提言でですね、我が国が講じるミサイル防止策は弾道ミサイル防衛システムによる迎撃体制のみですと、これ言ってますよね。で常時持続的なミサイル防衛を実現するため、昨年12月、イージスシステム搭載艦2隻の整備が閣議決定されました。しかし、軌道変動のミサイルや飽和攻撃の対応には不十分ですと強調しています、ね、でこの点でも、安倍元総理の認識と全く同じですよね。安倍さんはミサイル防衛能力をずっと追求し続けることには限界がありますと述べて、日本が打撃力を持たなければ私は日米同盟は成り立たないと思っていると強調しています。つまり相手国を殲滅するために出撃する米軍への協力に日本の打撃力が不可欠だというのが彼の見解ですよね。ですからこのような議論はいずれにしても何かすぐこう聞かれるとですね、憲法の範囲内って言ってますけど、まさに戦争放棄を謳った憲法とは絶対相容れない、そういう立場だということを私は述べておきたいと思います。でそこで次に質問します。慌てると岸田総理はですね、1月24日の本委員会で敵基地攻撃能力に関し、安倍政権時代に平和安全法制の議論を行い、新しい武力行使の3要件を確認したと。さらに我が国の武力行使については、その原則に基づいて対応すべきものであると説明されました。覚えておいたと思います。これは武力行使の新3要件を満たせば、集団的自衛権の行使としての敵基地攻撃を行うということなのか、明確にお答えいただきたいと思います。内閣総理大臣岸田文雄君。まず、まあ、さっきの続きを一言だけ申し上げさせていただくならば、まずミサイル迎撃システム、これは引き続き大変重要なシステムであり、この迎撃システムの信頼性向上のために引き続き努力をしていかなければいけません。しかしそれで十分なのかどうかという観点から、あらゆる選択肢を排除せず議論をしていかなければならないということを申し上げているわけですが、しかしその際にこの憲法、国際法、それから日米の基本的な役割分担、これはしっかりと維持していきますということを再三申し上げているわけであります。安倍総理のこの発言についてはコメントは控えますが、ご指摘の点、ご指摘のようなこの相手国を殲滅するような全面戦争、こういったことを全く考えているものではなく、この憲法とか国際法、日米の基本的な役割分担、これを守るということは、その範囲内で議論するということは、ご指摘の点とは全く違うということはご理解いただきたいと思います。それから後半の方の新三要件の方の話でありますが、これはですね、昭和31年、まあ、当時の、政府見解、これは当時はいわゆる、まあ、旧三要件の下で示された敵基地攻撃に関するこの政府答弁ですが、まあ、旧三要件の下で示されたものであり、まあ、その後、まあ、平和安全法制が、まあ、成立をし、私も外務大臣で として当時答弁に立ったわけですが、その武力行使の要件というのが新しくなった、いわゆる三要件になったということでありますので、あくまでも一般論として、我が国の武力行使は新三要件に基づいて行われる、こういった趣旨を申し上げたわけであります。武力の行使が新三要件の
に基づいて行われる、これはどんな事態であってもこれは変わらないと思っております。奥田圭司君。まあ、前段の話で言いますとね、さっき言いましたようにね、皆さんのところに資料でお示ししました、このいわば打撃力ということでいうと、相手を殲滅しますということをまあ言って、打撃力という問題について、相手領域の内でのミサイル阻止能力、ミサイル発射能力そのものを直接打撃し、減衰させることができる能力、まあ、こういうことで、あまり変わらんということを私は言ってるわけですよ。そして、なおかつ、そのミサイルの機能の問題についても、敵基地だけに限定しないと、敵基地のだけに限定しない打撃力も、この点では同じだということを私は指摘してるわけですよ。今ありましたけれども、武力行使の審査要件を満たせばということなんですけど、日本に対する直接の攻撃ない場合であっても、安保法制による集団的自衛権の行使として、敵基地攻撃を行うことがあるのかないのか、そこを明確にお答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。敵基地攻撃能力については、国家安全保障戦略等を考える中で、先ほど申し上げました、憲法や国際法や日米の役割分担、この従来からのこうした我々が守るべきさまざまなこのルールに基づいて、しっかりと議論をしていくということであります。間違ってもこうした憲法や国際法や日米の基本的なルール、これを逸脱するような議論は行うつもりはありませんし、その範囲内で何ができるのか、これを具体的にこれから考えていこうということを申し上げているわけであります。私は昨日と24日に答弁なさったから、そのことを聞いているわけですよ。一般論を聞いているんじゃないんですよ。そのきちんとそういうことをお答えになったから、具体的に言えばそういうことかとお聞きしているわけです。でしかもね、安倍さんはですね、12月1日に行われた台湾のシンクタンクが主催する会合でですね、台湾有事は日本有事と、すなわち日米同盟の有事だと発言しています。でさらに昨年の12月13日の報道番組で、台湾有事に関連し米国の艦艇に攻撃があれば集団的自衛権の行使もできる存立事態となる可能性があると述べているわけですよね。具体的に一つ一つずっとこう話が言ってるわけですよ。だからつまり安保法制の下で日本が敵基地攻撃能力を持てば、日本に対する攻撃がないのにアメリカを守るためにとして自衛隊が米軍とともに他国の領域まで攻め込んで攻撃できるようになるのではないかということを具体的には尋ねているわけです。内閣総理大臣、岸田文雄君。安倍元総理の発言については、私は直接コメントは申し上げておりません。一般論として、我が国が武力の行使を行う際に、審査要件に基づいて、そのルールに基づいて、しっかりとこの行う、これはもう当然のことであり、先ほど申し上げたその憲法や国際法や、日米の基本的な役割と合わせて、どんな事態であっても、この審査要件に基づいて武力の行使が行われる、これはもう当然のことであり、そうした枠組みの中で何ができるのか、国家安全保障戦略の議論の中で具体的に考えていきたいということを申し上げております。私が聞いたのは、武力の行使の審査要件を満たせば、つまり集団的自衛権の行使として敵基地攻撃を行うということかということを聞いてるんですよ。内閣総理大臣、岸田文雄君。いや、敵基地攻撃能力そのものをどうするのか、その具体的な議論をこれから始めようとするわけですから、今の時点で具体的に申し上げることはできません。しかし、これから議論をするにしても、先ほど申し上げましたように、憲法や国際法や日米の基本的な役割分担、さらにはこの武力の行使の新3要件をはじめ、我々が守るべきこの基本的なルール、これはしっかりと守った上で議論を進めていく、こういったことを申し上げております。私は24日の答弁に基づいて、具体的にはこういう場合どうなるのかというふうに聞いているわけで、それでその後考えるという話ではない、この通りでいけば
必ずそうなるっていう話を今してるわけですよね。やっぱり安保法制の下でね、今お話私したように、日本が敵基地攻撃能力を持てば、集団的自衛権の行使として、日本が攻撃を受けていないのに、アメリカを守るためとして、他国を攻撃することが可能になる。こういうことを論理的に私は表明しているわけです。ですから、その意味で私たちが安保法制を憲法違反の戦争法だと厳しく批判してきたのは、そのためだということも言っておきたいと思います。で次に進みます。今月7日に行われた2プラス2の共同発表は、日米双方が緊急事態に関する共同作業についての確固とした進展を歓迎したとあります。新たな共同計画の策定が進んでいることを明記しました。問題はこの共同計画の内容であります。報道では自衛隊と米軍は台湾有事を想定し、鹿児島県から沖縄県の南西諸島に攻撃用の軍事拠点を置く新たな日米共同作戦の計画の原案を作成したと報じられています。そこで資料の3枚目です。そのことをまあ伝えた、沖縄の地元紙であります。記事では、南西諸島にある有人無人合わせて200弱の島のうち、軍事拠点化の可能性があるのは約40箇所、大半が有人島で水を自給できることを条件に選んだ。陸自がミサイル部隊を配備している奄美大島、宮古島や配備予定の石垣島も含まれるとあり、実行されれば南西諸島が攻撃対象となるのは必至で、住民が戦闘に巻き込まれる可能性は高いと指摘しています。日米共同でこのような作戦計画を策定しているんですか。防衛大臣岸信夫君。2015年に策定されましたいわゆる日米ガイドラインの下で、日米両政府は我が国の平和と安全に関する緊急事態についての共同計画を策定、更新することとしています。共同計画の策定状況や具体的内容等の詳細については、緊急事態における日米両国の対応に関わるものであることから、ことからの性質上お答えを控えさせていただいております。なお2プラス2におきましては、分かりました、共同計画についての確固とした進展を歓迎しましたが、これについてはお答えを差し控えて、これ以上については差し控えさせていただきます。国田圭司君。作戦計画の内容についてね、総理にじゃあお聞きします。記事にはね、米軍は中台紛争への軍事介入を視野に対艦攻撃ができる海兵隊の高機動ロケット砲システムハイマースを拠点に配置、それから自衛隊に輸送や弾薬の提供、燃料補給など後方支援を担わせ、空母が展開できるように中国艦船の艦艇の排除に当たる。海兵隊は相手の反撃をかわすため拠点となる島を変えながら攻撃を続けるとあります。まさに日本の島々を米国と中国の戦争の拠点にするということではないんですか。総理にお聞きします。内閣総理大臣岸田文雄君。共同計画の、策定状況ですとかその内容、これはまさに我が国の緊急事態における、日米両国の対応に関わるものでありますから、こうした場で、このお答えすること、事柄の性質上、これは控えなければならないと思っています。はい、国田圭司君。そういうことではないと思いますね。記事にはね、海兵隊の新たな運用指針、EABO、遠征前方基地作戦に基づき、自衛隊に提案されたとあります。私は、この EABO について、昨年5月12日の外務委員会で質問しました。で、アメリカ政府が報道を考えているということについて、当時の防衛副大臣は答弁しました。具体的には、その構想は、列島線が生み出す自然の障壁を活用しつつ、地上発射型ミサイルを含む多様な機能を持つ臨時拠点を前方に一時的に設置するもので、
危機前の状況から展開することにより、既成事実化の取り組みの対応するものというふうに副大臣は認めているんですね。まさに実際に進行している作戦計画なんですね。だから私聞いているわけです。で、しかも EABO がですね、正式な作戦構想となった2019年に当初要塞と銘打ってですね、ミサイル配備拠点を明らかにマスルしているわけです。あと明らかにしてるんです、アメリカはね。ですから、しかも現に昨年12月には東北と北海道でそういう訓練が、想定した訓練が行われていると。だからアメリカは言っている、具体的にそういう想定した訓練を行っている。なぜそれが明らかにできないのかと、まさにそれが作戦計画でないのかってことを聞いてるわけです。内閣総理大臣岸田文雄君。2015年に策定された日米防衛協力のための指針のもと、日米両政府は我が国の平和と安全に関連する緊急事態についての共同計画を策定・更新することとしております。しかし、この内容についてはまさに緊急事態、国民の命や暮らしに関わる事柄でありますからして、お答えを差し控えさせていただきたいと申し上げているところであります。国田圭司君。国民の命と暮らしに関わることだから明らかにするべきだと、相手のアメリカは言っていると。具体的に作戦計画に基づいて訓練を行っているという事実を私は示しているわけですよね。でね、海兵隊が反撃を壊すために拠点となる島を変えながら攻撃を続ければ、拠点となった島は一体どうなるのかと。人々がそれこそ生活する島です。まさに沖縄戦の悲劇を繰り返すとなりかねないと言うんですね。だ、総理はすぐね、住民の命という話をするんで、まさに住民の命をないがしろにする計画が、計画作りが秘密裏に進められているんじゃないのかということを、が大問題だと私は言ってるわけです。したがって、この点では国民の前に逆に明らかにすべきことが政府の責任だと私は思います。沖縄県の玉城デニー知事はですね、沖縄県民の不安を著しく高める。これ以上の基地負担と台湾有事で攻撃目標とされる事態あってはならないと述べて、詳細を明らかにするように求めています。先ほど述べたように、国民の命と暮らしを守ると言いながら、そういう問題の内容を国会や国民に隠してですね、住民を戦闘に巻き込むということは許されないと私は思います。今、日米政府に、日本政府に求められているのは、敵基地攻撃の能力の保有など、まあ、破局的な戦争につながる軍事的な対応を強化することではないと私は思います。国際ルールに基づくあらゆる紛争の話し合いで解決する確固たる外交努力だと私は思います。中国による東シナ海や南シナ海での覇権主義の行動に対しては、国連憲章と国際法、最後と何回も言ってますように、大臣もおっしゃってました。国際法に基づく対処が必要だと、私は外交的批判が必要だと思います。今述べたように、軍事に対して軍事で備えるならば、文化競争の悪循環に陥り、衝突や戦争という破局的な事態を招きかねないと私は思います。憲法9条を生かした平和外交に徹することが改めて必要だし、情報をきっちり国民に開示して、それで信を問っていくというのが本来政治の役割だということを述べて終わります。